始まりましたボンボン TV の日常のお時間です。今日は何をやるかというと、こちらちょっとお願いします。こちらの材料を使って炊飯器でチョコレートケーキを作りたいと思います。はい、今ボンボンのね3人は撮影中で、もう少しで帰ってくるということなので、チョコレートケーキをねみんなで振る舞おうというコーナーでございます。じゃあそれではね早速作っていきたいと思います。では、まずですね、こちらの卵を使います。卵を、卵白と何でしたっけ、卵白と黄身で分けます。初めてやるんですよね、卵白と黄身を分ける方。ちょっとうまくできるか分かんないですけどはい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 、おいこんな感じですよね多分ね。これを3つやります。できました。はい、次はですねこちらのチョコレートを使います。このチョコレートを、3つあるんで、これをね全部細かくこのボウルの中に入れていきます。まずこの状態で、電子レンジで1分温めます。はい、というわけで、電子レンジで1分温めました。これを、混ぜます。結構なんかこうバレンタインチョコ作ってるんですねこれねはい、でこれの状態、よく混ぜて溶かしたら、こちら、卵黄でしたっけ、卵黄を入れます。これ全部入れます。はい、ちょっとなっちゃいましたね。はい、この卵白をここに移します。はい。でこれでミキサーで混ぜたら泡ができるんですよ。本当ですか？知ってましたか？今からいきましょう。では。ないですよ、できなかったら。いきますよ。ほらすごくないですかこれ。泡が作れましたので、これを大体3分の1ぐらいこの中に入れます。とりあえずまず3分の1です。はい、で入れたら混ぜます。ここはもうよく混ぜちゃって大丈夫です。はい、で混ぜ終わったら残りを全部入れます。でこれはそんなしっかり混ぜるというよりはもう優しく少しで大丈夫らしいです。山芋っぽい感じしますね。山芋に醤油めっちゃかけた感じちょっとタイが何とも言えないですけどまあそうですね、そんな感じですね。あでもなんかちょっとココアみたいじゃないですか。これで完成です。これであとはもう焼くだけです。炊飯器。これで入れるだけです。これで焼くだけ？はい。完成です。本当に？そう。はい。ではこちらのクッキングシートを敷きました。でこれで先ほどの生地をもう全部入れます。いきますよー。おいー。でもこれなんか量とか大丈夫って感じですよね。足んないんじゃないみたいな。もう仕込み作業はもう終わりです。お疲れ様です。今こちらにですね、7倍の炊飯器でチョコレートケーキを作りました。ケーキまで作れるの本当にこれ。毎回結構7万円はプッシュしていくスタイルなんで。そうですそうです。営業の方なんで。やっぱり一応7万円っていうのは大事なんで。はい。それぞれ Amazon のリンクは下に貼ってあります。お願いします。ではまだちょっと僕まだ開けてないんですけれども、誰かじゃ代表してちょっとボタンを。じゃあチーズケーキでしたっけ？はい。チーズケーキじゃないです。チョコレートでございます。でもそれなんでなっちゃんが間違えたか知ってる？僕が前間違ってたんですよね。そうだよ。そうです。すみませんでした。じゃあなっちゃんのせいじゃないよ。じゃあ開けますよ。はい開けますね。え大丈夫？大丈夫？いや大丈夫？了解。了解大丈夫これ。開けて待たないといけない。ちょっと待って大丈夫これ。大丈夫。しばらく待たないといけない。大丈夫これ。わかんない違う？だから柔らかそうだけどすごく。これチョコフォンデュもやるの？あ、チョコフォンデュだっけ。いや、ちょっと待って、ちょんちょんってやってみなよ。もしかしたらだってできちゃうかもしれない。じゃあこれでちょっと絶対やばいよ。いや、外は多分滑らかで、お、ほらほら、スポンジ、こいつ持ち上げてみ。ほわほわのやつ、ほわほわのやつ。あ、できてるできてる。生チョコ作ったの？両件。あ、できてるできてる。生チョコ作ったんだよね。生チョコです。あ、そうなんだ。柔らかさはこれで OK？ わかるです。だよね。蒸しパンみたいな。りょうくん、これが作りたかったやつだよね。そうですそうですそうです。蒸しパンみたいな感じだから、あ、まあいいんじゃない。 OK ですか。ちょっと食べてみようよ。一回引き上げる。ここに、はい、こちらにちょっと、じゃあちょっと皿超おしゃれじゃん。ドン・キホーテで買いました。あ、ほんと2つ使ってピンってやっていけない。おい、熱いよ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 。どうやって？絶対熱い絶対熱い熱いでしょ。絶対絶対熱いでしょ。絶対熱いでしょ。なっちゃん大丈夫ですか。なっちゃんいくよ。せーの。はい。あ、すごい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 。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。おお。じゃあちょっと裏返しにひっくり返してください。さあ、俺かい。あ、そういうことね。いくよ。はい。おいおい。ホットケーキかな。黒い目。あ、でもなんか焦げさせたんだよね、多分。そうですね。お焦げ。お焦げ。ね、あ、でもうまそうな匂い。うん、匂い。食べよう。食べましょう。はい、じゃあこちらでどうぞ。それでは、ちょっとパンケーキみたいな。ファーストバイト。お二人でまずはやってください。なんか切ろう。はい。ちょっとごめん、すごい、あ、すごい、あ、すごいぐちゃぐちゃ。これなんですか、これは。じゃあ。はいはいはい。じゃあいいのいただいて。あ、ほらもう食べれる食べれる。すっごいおろこそ。いただきます。うん。美味しい。柔らかい。あ、なんと溶ける。成功っすか。うん、多分成功だと思う。柔らかい。でもすごいあれですよ。メレンゲ使ってんだっけ？メレンゲやりました。あ、だからだ。溶ける。いただきます。はい。なくなるよ。おお。ありがとう。あ、できてるできてる。甘い？いや、そんな甘すぎない。いただきます。あ、でも美味しい美味しい。さ、ふわふわしてるね。ふわふわ。うん。あ、うまい。しっかりチョコレートの味がして。はい。あまり甘すぎないね、これね、すごい。でもすごいすごい。いっぱい食べていいの？あ、どうぞどうぞ。すくったケーキが口の中でほわっと溶けて、まるでなくなっちゃう魔法みたい。いや、もうガチガチ食レポやん。ありがとうございます。なんだそれ。よち結構食べるね。あ、なんか重い方。あ、でもね、俺めっちゃ甘いのはあんまり好きじゃないんだけど。そう、甘すぎなくていいね。甘さがすごい。砂糖を入れてないんですよ。これもチョコレートだけの味で、チョコレートと卵だけしか使ってないんですよ。チョコレート卵だけ？はい。チョコレート3つに。卵3つだけしか使ってないんですよ。にしては甘いね。チョコレートめっちゃブロックみたいなやつ。板チョコです。ガーナの板チョコチョコレートを。こんな味残るんだね、でもね。はい。3枚だけしか使ってないです。うまっ。すごいね。小麦粉とかも使ってないんだ。あ、何にも使ってないです。本当卵とチョコレートしか使ってないです。もう水も何も入れてないですもん。めっちゃヘルシーじゃん。めっちゃね。この食べちゃっていいの？あ、どうぞどうぞ。あ、じゃあちょっと一口だけ、ちょっとはい。いただきます。じゃあ、すごいね、それは。あ、そうですね、ありがとうございます。はい、良健さんの彼女目線。じゃあ、すみません、いただきます。じゃあ、良健彼女ね。あ、違う、この二人。あ、美味しい。美味しいね。美味しいですよね。美味しい美味しい。あ、なんか思いのほか、この上の焦げてる部分、結構苦くなるのかなと思ってたけど、全然思いのほか全然大丈夫。うん、いや美味しいです。いい甘さ、ちょうどいい甘さ。チョコと卵だけすごいね。本当、いやびっくりしました。すごい。なんだろうこれ、料金がすごいのか炊飯器がすごいのかちょっとわかんないですけれども、はい、何がでも美味しかった。あれですかね、美味しい。どっちかね、炊飯器がいいのかな。これちょっとチーズケーキとかできるんじゃないですかね。あ、できると思う。できるでしょう。うん。すごいね、炊飯器できるんだね。なんかね、なんだろう、ロールキャベツとか食べたい。ロールキャベツ。そうですね。真逆のだ。可愛い。ではじゃあ。ちょっと舐めてた。うん。よっチーズポイント何点ですか。よっチーズポイントでも、俺デザートに関してはもう何もわかんないから。はい。いやー、でもそれでも70、80、80ぐらいでもいいんじゃないでしょうか。80点。はい。じゃあ。夏ポズポインズは夏ポズナッツポインズは厳しいよ、ナッツポ夏ポワ多分食べた記憶がもうない、もうなくなっちゃった、もうなくなっちゃいました。もう多分もう昨日の晩ご飯のことを思い出してます今。あ、昨日の晩ご飯のもう忘れてる味を。本当ですか。あ、なんかまるで魔法の国みたい。それ先ほどもちょっと聞きました。コメントがどういうことだよ。リサコズポイント。リサコズ。いや言わねえんかい。言わねえんかい。確かに。言えよ。世界観があるんで、彼女には。彼女の世界観があるんで、そのポイントとかでは表せないんです。今すごい悩んでる。じゃあポイントを聞いてるんで、ポイントでね、やっぱ答えていただかないと。いや、世界観があるんで彼女にはそういうブランディングで、よくわからないです。やらせていただいてますんで、そういう風にお前うんじゃねえんだよ。ポイントをそういう風になんか強制とかはちょっと NG でお願いします。すいませんね本当に。腹立つわ。腹立つわ。僕もだんだんちょっとポイントいいやみたいな。ちょっとはい。聞きたいですね。リサコズポイントも結構高いよ、90点ぐらい。なぜかっていうと、やっぱこのチョコと卵だけっていう本当にすごいね、すごいし、そうそうヘルシーヘルシーヘルシー、私はヘルシーが好きだから、あなたはそうヘルシーが好きなの本当に。あと私も甘すぎるのあんま好きじゃないから良い。甘さちょうど良かったですよね。ちょうど良かったです。皆さんもね、これ意外に手軽にできるので、ね、すごいね、やってみてください。こないに染みるね。こないに染みる。夢の国の人、こないあるんですか？一気に現実に戻りましたね、ちょっと。ないよね、ないですよね。こないやん、こないやん。言い方じゃねえんだよ。こないやん、ないやん。こないやんという名のこう虹みたいなね。こないやん。そうそうそう。じゃあまたなんか次を楽しみ楽しみ。はい、ちょっと作っていきたいと思います。お願いします。ありがとうございました。おかゆ。おかゆ。ほわ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 。あざーす。